にんなじの漢方医議士の友のわらは往生すること第五十四今は昔仁和寺に漢方医議士というものありけりそのともに一人のわらはありけり沼の草からしめ くそなどとりて捨てしむるほどの下らはなり、年十七八歳ばかりなりけり、なおばたきまろという、調布を衣に着たり、夏は袖もなき衣にして、竹はよほろもとにして、 冬は二つばかり夏は一つ着せてぞ使いけるしかる間このらははずきばかりにあるじに物へゆかむといとまをこいければこれを聞く人 みな人々しくこのわらわのいとま申したる、など言い,いて笑いけり、しかるにこのわらは、にんなじの西に、なる滝というところに行きて、川に水をあみて、 小松原のあるところに行きて、すすきを刈り集めて、小さきいおりを作りて、いおりのうちに入りいて、西にむかいて、たなごころを合わせて、声をあげて、ナも阿弥陀仏と、十ゅう、 度ばかりとなうるにそのほとりのむまうしかうわらわべこの声を聞き,きて「滝まろは何事するぞ」と思いてよりて立ちなみてみるにかくのごとく念仏を唱えて 念仏の声闇ぬれば首を打ちたらいて死ぬその合わせたる手はさながらあり笑わ,わべこれを見て驚きて人につぐれば人なじの人数知らず集まり来たりてこれを見て キーのことなり、と、遠とびて、皆帰りに蹴り、このわらわは、世を経て、何となく、口をぞ、動かしける。これを思い合わするに、はよを、念仏を唱えけるなり蹴り、とぞ、 人心得て遠飛びける。これを思うに、あやしのもののゆえも知らぬわらはなりといえども、年頃極楽を願いけるや、口を動かしけるは念仏を申しけるなめり、ついに 命をわらむとする時を知りて、静かなるところに行きいて、いながら棚心を合わせ、念仏を唱えて、西に向かいて死ぬれば、疑いなく極楽に往生したるもの、とぞ語り伝えたるとや、